はい、こんにちは、まえチャンネル前原でございます。はい、今日はですね、ベイブレードの動画なんですけれども、先日紹介しましたこちらのジェルヨルムンガンド ICY、この動画のコメントでですね、たくさんですねいただきましたね。このロストロンギヌスの低速がすごい強いですよって、動画検索したら確かにね、低速いっぱい出てきてね、見てみたらすごい強かったんですよね。実際ですね、シュートしていきたいんですが、まずはですね、ちょっと試しにやってみようかね。ロストロンギヌス対、バルドゥールバンパーバイト、これでやってみたいと思います。バルドゥールの方はソードランチャーブルーでいきたいと思います。じゃあどうでしょうか、低速なんでそんなにね強く引いちゃいけないと思うんだけど、こんなもんかな。今のは分かんないの、もう一回やってみましょうか。シュッからのシュッ、おいい感じで当たってるけど、おどう、でもロストロンギヌスの回転数は落ちてるよね。どうだろう、あどうなんですかこれは。あー結構でもダメージ食らってるね。もうちょっとでバーストってとこでしたね。なるほど。ではですね、このロストロンギヌスどんだけ強いのかちょっと試していきたいと思います。昨年ですね、ベイブレードトーナメントっていうのをやりましたね。 ABCD ブロックあって、それぞれの優勝ベイとちょっと対決させていきたいと思います。まずは A ブロックの優勝はこちら、デッサイザーヘビーディフェンスですね。これも最強ベイで、これを打ち破れればロストロンギヌスの低速ちょっと認めてあげよう。シュート、あらのシュート、あ、バーストした、マジでなかなかバーストしてないよこの子。もう一回いきましょう、シュッと、シュッ、あ今度は、おお、やっぱりバーストした、マジで。では次に B ブロックの優勝ベイですね、デッサイザーフォースプレスで試してみたいと思います。シュッ、あらのシュッ、あこうなるとロストロンギヌスは勝ち目ないよね多分。これはだって当たらんでしょ、ダメージ当たらんだろ、これでパスしたらすごいもんだよ。これは難しいよね。ああーやっぱね、そうだよね。じゃあもう一回いきましょう、シュッ、あーとどまられた、そうだね、こうなると勝てないかな。おっいい具合に弾き飛ばしたけど、ちょっと無理かな、回転数落ちてるね。こちらですね、 C ブロックの優勝ベイ、ジェルヨルムンガンドグラビティオービットで対決したいと思います。シュッ、あらのシュッ、あーっとこれも真ん中に寄っちゃうか、こうするとロストロンギヌスの勝ち目はないでしょ。おっとオーバーフィニッシュ、これは予想外。じゃあ2回目いきます、シュッ、おっといい感じ、いい感じに当たっているけど、でもやっぱり回転が落ちたね、そうだね。じゃあ最後に D ブロックの優勝ベイですね、ダークデスサイザーグラビティオービット、これと対決させていきましょう。よっしゃ、おどうでしょう、結構当たってるけど、どうだ、ダークデッサイザーを倒せるのか、結構硬いよ、あーやっぱ厳しいね。じゃあもう一回いきましょう、せーの、シュッ、おっと、お見事ということで、ロストロンギヌスの低速シュートいかがでしたでしょうか。僕のシュートの仕方がイマイチだったかな。
あのでも結構バーストしたね、このデスサイズヘビーディフェンス、この組み合わせをバーストさせるっていうのはちょっとびっくりしましたね。あと最後のダークデスサイザー、グラビティオビットもバーストしたんで結構すごいのかな。じゃあ最後にですね、バルドゥールとロストロンギヌス、全力シュートでやって終わりにしたいと思います。はい、ということでロストロンギヌスの低速シュート検証でした。はい、ということで今日の動画も楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、どうだろう、おー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 バーストした、なるほど。